はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ今回はね、こちらね、先日紹介したポータブル電源ね、今回はね、このコンセントのお話になります。で、このコンセント、こう制限派と疑似制限派あるんだね、これがね。それでポータブル電源でも制限派のコンセントでないと使えない家電品ってあるんですね。もう知ってる方は知っている、知らない方は知らないね。で、例えばなんだけども、マイコン制御のやつ、例えば電子炊飯器とか、あとあの電気毛布とかね、温度調整とかいろいろあるよね、マイコン制御のやつ、そういったものはあの正しく動作しません。で、あとモーター類なんかも壊れる可能性があります。で、何がどう違うのかっていうのがね、あまりよくわからない方でも今回の検証でなんとなくね、分かってもらえるんじゃないかなっていう検証をしたいと思います。で、ここにね、あのモーターの家電代表として、ここに扇風機があります。扇風機、これね、扇風機モーターです。で、まあ、今回紹介するこちらのポータブル電源、まあ、前回紹介したんだけど、ここ 60Hz 専用になります。50Hz 専用の家電品は使うことができません。60Hz 専用になります。まあ、ほとんどの多くの家電は 50Hz、60Hz、両対応になっているものが多いんだけど、あの、電子レンジとかね、あの、洗濯機とか、まあ、一部のもの、ごく一部の製品は、まだ 60Hz 専用、50Hz 専用って分かれているものもあります。なので、こちらは 60Hz 専用のコンセントになります。これ USB とかね、まあ、その他、こういうところでも全く関係ないんだけど、このコンセントに限っては 60Hz 専用ということになります。で、今回のね、こちら、モーターなんだけれども、よいしょ。ね、これ、ちゃんとした制限派になります。で、これがね、元気なおじいがね、こう気に入って使っているビューデンスさんのポータブル電源。これはね、疑似制限派です。これ、コンセントがね。なので、モーターを、要は制限派で使うと家庭用のコンセントと同じ条件で使えるんだけども、疑似制限派で使うと何がどう変わるのか、ね、それを今回の検証で皆さんに、まあ、理解していただければなと思います。はい、それじゃあね、ちょっとよいしょと、はい、カメラを手持ちに切り替えたいと思います。ででん、はい、よし。じゃあね、このコンセントを、じゃあこちらのポータブル電源に挿します。よいしょ。グッ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 。で、結構大きくて重たいんで、後ろに下がらなくていいね、これね。はい、じゃあまずはね、パワーを入れて、ね。はい、で、コンセント使いましょうってことで、この AC ね、ここコンセントなんで、ここを押すとコンセントが使えるようになります。じゃあね、モーター。はい、今、チューになってるね、これね。チュー。ここにモーターがあります。まあ、普通だね。普通だね。どう見ても普通だね。扇風機の羽の音しかしないね。はい。はい、イオンとかしないよね。これがコンセントと同じ状態で使えてる制限派だよということがこれで証明されています。じゃあね、疑似制限派で使った場合はどうなるのかね。じゃあ検証してみましょう。じゃあこちらの電源を落として、よいしょ。はい、じゃあね、疑似制限派のポータブル電源ね、に、よいしょ、コンセントを挿します。はい。で、電源入れるよ。はい。で、これを押すと、これでね、AC がオンになりました。さあ。じゃあ、扇風機ね。これね、知らない人はね、びっくりすると思うよ。はい。よっ。それじゃあね、パワーオン。
どう？違いがわかる？はい、じゃあスピード切り替えようか。これがさ、同じ週今日これが中。どうでしょうか。わかる違いが。じゃあコンセントを外します。じゃあもう一度ね、こっち側につけて。よいしょ。もう一回ね、つけまーす。この違いがわかる？同じ中だよ。違うね。ちょっと待って。これか。これが中だよ。今日にするよ。で、微弱。これが弱。中。はい、どうでしょうか。これが正弦波。なので、こう、電気のね、この波形がね、正弦波は、こうなっているのに対して、疑似正弦波だと、カッコン、カッコン、カッコンってこうなってて、異なるんだよね。だから、正しく動作しないんだよ。モーターとかマイコンとか。なので、変な音がするでしょ？異音がするでしょ？なので、これでね、機械がね、壊れちゃうんだよ。ね。じゃあもう一回。はい。まあ、いきなりね、よいしょ、これで、じゃあ、中から。音がするでしょ？はい。今日にするよ。はい、じゃあまた中に戻します。はい、どうでしょうかね。なのでこれね、何が大事かっていうと、ポータブル電源ってね、例えば万が一の時に役に立つよね。で、普段の時もポータブル電源使っておけば便利だよ。で、音楽を聴くときも、コンセントから取るよりも、ポータブル電源から電源取った方が音もいいしね。まあ、いいことづくめなんだけども、いざ万が一何かあった場合、停電になったときに、例えば井戸水を汲み上げるにしても、モーターだよね。なので、正弦波の電源じゃないと、ポンプを汲み上げるモーターを壊してしまいます。で、例えば冬場でね、例えば、電気安価とかね、ホットカーペットとか、何かそういったものを使いたくても、電子制御だから、やっぱ、異音するだけじゃなくてね、壊れてしまう。ね。なので、ご飯を炊くにしても、ね、ホットプレートを使うにしても、電子制御でしょ？だから、今ね、このモーターの音が異音したように、もう電気の波形が違うと、これで正常に使えないんだよね。なので、壊れやすくなってしまうということです。なので、そういったものはね、つかないですってね。なので、バッテリーを充電するとか、まあ、それぐらいだったら、まあ、壊れにくいかもしれないけど、必ずね、モーターとかマイクロ制御のものは、純正弦波を使ってくださいっていうね、まあ、これが常識になってます、ね。で、これをね、知ってると知らないとでは、かなり大きな違いなんでね。
なのでこういった純正弦派のコンシェルトが付いているものね、でなるべくパワーがあるものじゃないと大きいもの動かせないんだよね。ね、なんでこれぐらいだったらポンプなんかも一応動かせるけど、ここら辺は疑似制限派だし、あと容量が小さいのでポンプなんか組み上げることができません。残念ながらね。なので大きい容量を持ってるってことは本当にね非常用として万が一の時に実用できなかったら全く意味がないっていうことなんでね。万が一の時に役に立ってちゃんと使えるもの、そしてリン酸鉄リチウムイオン電池使ってるからね、だいたい10年ぐらいは持ちますよっていうね。まあこれリン酸鉄リチウム電池じゃないと寿命はねだいたい 2,3 年ぐらいで死後終わっちゃうんで、まあ、その万が一の時が来る前に何度も何度も買い替えなければならないっていうね、そうなっちゃうんだよね、うん、はい。そんだけで今回はね短い検証なんだけども、このコンセントの部分ね、純制限波ね、こちらがあるものがやっぱおすすめですよという動画でした。参考にしてください。これはね、このポータブル電源に限らず全部共通しています。いろんなメーカーさん全部そうです。コンセントが制限派なのか、ね、疑似制限派なのか、ここのところのねチェックをするようにしましょう。以上でした。またね、バイバイ。